か。こんばんは。どうも僕たち。どうも鈴木健三と申します。嘘つけ。とスライムと申します。いやマジスライムに見えるよな。それ。ああやるかい。今日も今日もじゃあ今日やりますか。じゃあ杉田の一番の得意分野である。怒られちゃうって。そんなこと言ったら怒られちゃうって、いろんな人に。ね、アイドルっぽい曲、ね、アイドルっぽいやつね。フサピが今日はアイドルになりますから。俺10人登場するから。フサピ1から。フサピ1は仲間を呼んだっつって。もうフサピ10ぐらいカスカスになってんじゃない。カスカスになってさあ、でもアイドルといえばね、キラキラした明るいね、もうみんなを勇気づけるような、そういう、あーなんか俺にぴったりだね。そうなの。そうなの。みんなを勇気づけるってなったらやっぱり、おお、やっぱり元気りんりん息をようじゃん。そうなの。そんなもねえな。多分ね違うと思うそれは。でも今日はそういうふさぴになってもらいますんで、もうじゃあアイドル何からいきます。何からいこうね。髪色から決める。キャラふさぴの、あのそうキャラ設定から決める。うん、なんか歌うまいやつと、あそうだね。なんかえ待って、ユニットなのか。いやリアル、リアル5人は欲しいね。5人ぐらいいるよねやっぱり。うん、いるいるよね。あじゃあ一人めっちゃ歌うまいさ、センターの子がいるわけじゃん。うん、めっちゃ歌うまいの、まあ俺の限界レベルの。じゃあそこね。そう、だからあのビッシュでいうところのもうアイナ・ジ・エンドさん的なところですよね。フサピ・ジ・エンドね。フサピ終わっちゃった。フサピ・ジ・エンド終わっちゃってんじゃねえか。フサピ・ジ・エンドがいて、あじゃあアイナ・ジ・エンドにエンドは譲って、俺はフサピ・スタートにする。明る陽キャラだな。フサピ・スタートいいんじゃない。フサピ・スタートにするの。もうなんなら芸名フサピ・スタートに変えた方がいいんじゃない。めっちゃダセえじゃんフサピ・スタート。でフサピスタートさんがいますセンターに。うん、で なんだろうな、あのガヤ担当みたいなさ、あ 踊りとか、あとガヤっていうのね、あのなんか、あじゃあフサピスタートとフサモンと、うん、あとフサヤマと。まあ、ガヤ2人ね。はい、そうね。じゃあもう3人いったね。いった。あとなんだろうな、あちょっとかっこいい担当欲しいな。あなるほどね。あなるほどね。かっこいいって誰だ。かっこいいアイドル。かっこいい、いやアイドル大体かっこよくね。あ、ほんと大体かっこいい。いや、俺の中のイメージよ。だってあの最近エーペックスよくやってるさ、山田くんとかもかっこいいし、だし、まあそれ、まあ日本で言うとジャニーズだよね。ジャニーズの人たちもかっこいいと思ってるし、うん、あとは韓国の人たちももちろんかっこいいよね。そうか。ってなるとやっぱりかっこいいとこでしょ、クール系でしょ。うん、山田孝之か。高幸の方、うん、そっちかな。いやじゃあちょっとひげ生やしてもらっていいですか。今脱毛行ってんのに。ひげの回一回ちょっと服脱いでもらって。カメラちょっとこうしょってもらう。いや髪伸ばしてくればよかったな。芹沢になっときゃよかった。か、ヨシヒコになってもらって。ヨシヒコそれは なれるんだ。いや今のはあれだから佐藤二朗。ああそうだね、確かに確かに。じゃあまあまあでも そんなもんか。まあでもいっぱいいるということよね、キャラ違い。いっぱいいますよ。うん、だからいろんなフサピが登場。もうだからなどんだけ出てくるかはもう未知数よ。うん、そうだ、今5人とか決めちゃわずにもうレコーディングしてて、あ今8人目出てきたなとか俺が撮りながらね。はいはいはい。えまだ出てくる。DJ フサピンス出てくるもしかして。チャンネル変えるからね。そしたらカチッて。いいんだよこの深夜に DJ フサピエンス。あいつ深夜聞きたくねえよな。なんなら俺データから取ってこようか。DJ フサピエンスのっつってるとこだけカチッて。あれみんなが知らないところも結構喋ってるから。そうなんだよ、ね、そう、あのフルの方見てもらった人は分かると思うけど、うん、意外と長いこと喋ってるからね。確かに、だ止めねえんだもん。そう、一瞬しか使ってないけど、うん、そうなんだよ。あれはだからあれはあれでさ、うん、なんか別枠特典でなんかデータだけちゃんと残しといてね。
やってもいいんじゃないかっていうぐらい、うん、ちゃんとしてるからあのワンテイクなの割にはね。まあね、うん、まあだから、まあ、DJ スタピエンスが人気であれば、うん、まあやることもやぶさかではない30分番組を割とちゃんとやるで、そうそれちゃんと深夜にね、そう深夜にみんな行くよ、ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー、あなたはもう忘れたかしら何始まんのこのアイドルそれプロデューサーがめちゃくちゃ好きなんだろうね、うん、かぐや姫とかを純文学好きそうそのアイドルいいね、純喫茶でいい感じにやってそうだけど、あ、でもじゃあこっからコード進行を取るとすると、うん、C、G、G、あ、C、D、G、うん、この流れは持ってこようか。B7 行くとな、違うんだよ。いや待って、持ってこなくていいよ、感じでもいいし、女性アイドルっぽかったね。あ、女性アイドルっぽくていいんじゃない？うん、だ今日ふさピザか46え、46人もいや、あれも46じゃん、そういう46じゃない。あ、そこそこ FSP48 でもいいけど、あ、FSP やる、ゲームみたいになっちゃって FSP1 やる今だよそれ。あ、今か、うん、まあ、でもなんかこういうなんかもうすぐテンポ早くていいな。お、ノリノリになってきたね。なってきたかも。早いかな。BPM 146でございます。お。どうしようかな。まあとりあえずじゃあ、うん、いつもみたいな感じでキー G だとして。はい、もう G から始めましょう。はいはい、どうしようかな。まあ分かりやすくこんな感じの進行にしときましょうか。ちょっとドラムの頭だけ合わせよう。うん、でん。アコギで弾いちゃうとさ、yeah, yeah, oh, oh, yeah, oh. え、酒場のおっちゃんなんかアコギで弾くとダメなんだ、うん、エレキにしよう今日は。なんか違うな、うん、出てる出てる、うん、青春パンク？え、そう？分かんない。いや、多分ね、進行としては全然アイドル、うん、アイドルっぽいとかいうのあんまないんだけど。アイドルっぽいって何？アイドルっぽいってのはやっぱシンセとかでさ、装飾するからああなるのであって、普通に、はいはい、でジャジャージャーってやっちゃったら、うん、それは青春パンクになっちゃう。まあそうだよね。分かった。なんだ？ピアノにしよう。ほう。最近ピアノ教室に行っている。行ってねえや。行ってないか。ガチで行ってるように聞こえるやろか。恥ずかしい。確かに。しかもガチっぽく行ってるとしたら全然成長してないけどね。確かに。ちょっとコッペ、ずっとコッペでいいや。かっこいいじゃん。いや、かっこいいよ。で、
辺からちょっとパッと。まあまあなんとなく骨組みは、分かりにくいよね。でも俺の中ではできてる。多分ね、あのそう頭の中の共有がまだ、ね、できてない感じがする、うん、俺今だってあのギターのいつもの感じで聴いてるからさ、うん、これは何のかってなるよね。何のかってなってる、うん、ちょっと一回さ、うん、なんか可愛い系の音とかさ、なんかそういうの乗せてみたとこを一部作ってくれたら、うん、確かに、ね、想像できるかも、うん。進行だけ決めたらそれに行きたいと思うな。どうしようかな。それで行きたいと思います。ペレペペペンペペペンペンペン。ラッパ？うん。あ、ラッパありだね。アイドルかわかんないけど。決めた。本当？うん。本当か？嘘言わねえ。本当か？じゃあつちゃっちゃ？ちょっと待って。じゃあつちゃっちゃ。うるさいうるさい。みたいな感じで、うん、ただねこれだとマジでただのバンドです。はい、今そうです。俺今、うん、まだアイドル慣れてません。これはもうフサピスタートしてません。ただの3ピースバンドです。これそうです。チャ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 。めちゃくちゃギターの音のでかい3ピースバンドです。いるよね。うん、今よくいけたね。いけたね。迷ったのに、うん、考えびっくりしたんだけど、ギリギリのところで、あの、うん、D に行こうか A に行こうかすごい迷って、と思ってた。AKB とかでありそうだったよね。ありそうありそう、そっちだね、うん、うん。ギターで弾くと結構そっち系なんだよね。でもなんとなくさっきのさ、うん、その時よりはちょっとイメージ湧いてきたよ。湧いてきたよね、うん、スルッと弾いたけど、なんかもうでもの割にさすがのなんか仕込み疑われんじゃねえかと途中で思ってちょっとニヤニヤしちゃった。なんかすげえめちゃくちゃ音じゃない？どうしよっかな。あ、もうなんかブラスで外堀からほとめ、あの固め、おほとぼり冷めるまで。ほとぼり冷めるまで。え、今日のサビそれ。うん、そう。なんかやらかしたんだろうね。多分ね。ほとぼり冷めるまで。なんか島流しとかのやつじゃん、それも。ああ、かわいい。ああ。はい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 。パーパーが効いてるね、結構。ね。じゃあ、あとはこのイントロの
リードを考えるのが先か、ね、A メロにもうこの感じですよっていう、もういやリードいっちゃわない、あ本当に A メロいかない、大丈夫、いやリードいっちゃった方が、うん、多分あのメロ感分かることない、うん、でも A メロ B メロサビまた考える時間がさだんだん短くなっていくじゃん、うーん顔芸かなんかどうしようかなで結構ね 今思うのがリードちょっと時間かかりそうだなと思うのよ、ああなるほどね、そうじゃあ全然いいよリードからで話聞いてない、こいつ果たしてんなじゃあいいよどこ行ったの何のいいよだいや全然 A メロからでいいっすよドトップど真ん中にアイドルソングを作ろうと、いや僕は近づいてて